いろいろあったたまごっち20周年のお祝い。たくさんのたまともをハッピーにしてコングラッチは成長したよ。そして次に企画した一大イベントが20周年メモリアルムービー上映会。みんなと協力してムービーの準備はバッチリ。会場は上映を楽しみに集まったたまごっちたちでいっぱい。さあ始まるよ。あれれ、なんとスクリーンにムービーを映すための映写機の箱にパスワードがかけられてる。このままじゃみんなが楽しみにしていたムービーを見せられないよ。でもコングラッチは諦めない。これはきっと謎解きの神様が成長した僕の力を試しているんだ。この謎を解いたらもっとみんなのハッピーな笑顔が見られるに違いないぞ。さあジ・アースのみんなも協力して、レッツ謎解きコングラッチュレーション第3弾メモリアルムービー上映会を成功させる。